はい。それでは本日はチャンネル開設4周年と登録者8000名突破のお礼として配信をさせていただきます。2019年の8月1日に YouTube を開始してちょうど4年経ちました。また先月の26日にチャンネル登録者が8000名を超えました。メンバーシップ会員の皆様、登録していただいている皆様、そして視聴者様、本当にありがとうございます。ここまで来れたのも継続的に視聴してくださる方々のおかげです。また、 ご指摘コメントや合否結果のコメント、提案コメントなど様々な要望をいただき、私自身も成長することができました。本当にありがとうございます。結果的に自費出版で Amazon ランキング1位や執筆会社様からの案件、大手資格学校様からの案件をいただくこともできました。私のチャンネルは2019年8月にスタートしました。初めは本の解説チャンネルとして運営しておりましたが、 結果が出なかったため、2019年の11月に、現在の形である資格の過去問解説動画配信に切り替えました。この過去問動画解説なんですけども、この解説に関しては、アップデート、配信の仕方が、ここの4年間で6回変化いたしました。はじめは、ホワイトボードと顔出しの解説。その後にホワイトボードとしました。続いて、3つ目が、紙とペンで作った資料の配信ですね。ホワイトボードをやめました。 続いてタブレットと問題用紙を移して配信。これに変えました。そして次にタブレットの録画。そして最終的に現在の形である書式の統一と無編集から不要部分のカット。そして解説図の聖書。このようにこの4年間で6回変化いたしました。少しでも見やすくわかりやすいコンテンツを作るために試行錯誤してきました。常にどうしたら結果が出るのかを考え、現状を改善していくことで前に進むことができます。 この考えは、資格試験で結果を出すことと、YouTube で成果を上げることは似ております。そのため、資格試験を受験される皆様も、継続的に正しい努力を続ければ、必ず良い結果が出ます。チャンネル解説4周年と、チャンネル登録8000名を超えれたこと、本当に嬉しく思っております。メンバーシップ会員の皆様、登録していただいている皆様、そして視聴していただいている皆様、改めてありがとうございます。 これからも毎日 YouTube を継続的に更新していきますので、皆様も一緒に勉強して、良い結果が出るように共に頑張っていきましょう。PS。今月末に大手資格学校様と取引役を結び、8月中に三重県から東京に引っ越しいたします。では、また次の動画で。